誰かいるんかな。お、珍しい。一人いる。まあ、いいけど。あ、 あそこね、いつもね、俺が張ってるとこなんだよね。まあいいや。いやー、相変わらず誰もいないですね。1時40分ですね。だいたい片付け終わったんで、ちょっと遅い昼飯ですね、ちょっと作ろうかなと思います。今ね、雨戸の中から撮ってます。ちょっとまだぐっちゃぐっちゃなんで、まあ最後までぐっちゃぐちゃだと思いますけど、無事着いたんで、ウェルカムビールでもやっちゃおうかなと思います。雪が舞ってきたな、これ。とりあえずお約束なので、つっても誰とも約束してないんだけど、ビール飲みますかね。缶中ビール、このテントもね、先月だかな、会津の背炙り山で盛大に焼肉三昧を株間元やっちゃったもんですから、いいテントなんですが、すごい焼肉臭いテントになっちゃいましたね。まあテントってそういうもんだからね。いい匂い。おお、やっぱりな、肉ってのは焼くのが一番なんだよな。金麦先にやりますかね。それではソロキャンプ2016冬始めたいと思います。おお、乾杯。いいね、いいね。うん、うまっ。うわ、あー、ごめん。
まだ2時なんで、これね、これが本当の昼飯になりますけど、鍋焼き。具はですね、まあ、卵、これサクサク天ぷら、あと柚子、こんだけ。よいしょ、ドボン。蓋がないので、チタンのお皿。カブママのおにぎり。はい、できた感じですね。はい、火を止めて。さあ、手とできましたね。お皿をあっちかな、あっちな。よし、OK。鍋焼きうどんです。うわー、いいね。さあ、とろとろ。うめえ、うめえ。多分ね、気温ね、2度か3度しかないと思うんですよね。さっきトイレ行ったら表のあのなんか植木鉢みたいな中身凍ってたから、うん、うまいね、やっぱりこういうとこで食ううどんは。カブママおにぎり、形は悪いんだけどね、味はいいんですよ。明太子いいね。この年末のねソロキャンプは去年やったな。去年一昨年と、カブママ行かなかったんでソロになっちゃったんですけど、まあ、暇なんで、あのこれ iPad、まあ、iPad はここであんまり通信するとあの費用がかかるんで、使い道はですね、あの Kindle ですね。まあいろいろ入ってますけど、まあ、かなりの本入れてるんで、ちょっとこれをですね買って全然読んでない本いっぱいあるんですよね、正直言って。で、それをまとめ読みするというのがこのソロキャンプの目的になってますね。イエールとね、
まあ来客が特別多いわけじゃないんだけど、まあ、誰か来たりとか、あとはうち犬が2匹いますけど、まあ、カブちゃん、キキちゃんっていうのがいるんですが、まあ、どうしても遊べ遊べっつって飛びかかってくるんで、まともに本なんか読めないんですよね。でこういうとこ来るとね、まあ、邪魔する人はまあいないとは思うんで、 Kindle で本を読むだけ、まあ、これでですね、まあ、グダ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 と、まあ、過ごすのがなんか一番のリラックスかなと、まあ、そんな風に思いますね。ああくたくた、昼寝でもしようかなと。あーいい匂い。もうね、寒いんでずっとテントの中います。アメドの S は全室が、まあ一人で使うには広いぐらいなんで、かえってこういう時はいいですね。割り切って今日は、おやつは、これなんだっけ、これトッポ、トッポとこれかな、あとこですね。かわいいね。あ、ちょうど3時だね。3時のおやつ。